日本が開発を目指している F3 戦闘機開発ですが、新たな動きがありました。今回は、日米での新たな合意と、三菱重工の動きを詳しく深掘りしていきますね。指摘には、新進の量産機を生産し XF9 とコックピット周りの強化をと考えますが、どうでしょう。サウジの参戦も噂ですが、韓国の KF21 戦闘機開発に出資するような情報も入っています。サウジは、そっちに行けばいいけど。日本には、兵器を輸出できない状態です。韓国に注文が殺到するのは、必然ですね。日本は、国土強化、防衛、中国の動きが気になります。景気最悪よね。日本の防衛産業の小樽三菱重工業者は、去る2023年9月12日に、日本、イギリス、イタリアの3カ国によって推進している GCAP、グローバルコンバットエアプログラムについて、新たな動きがあったことを公表した。GCAP、グローバルコンバットエアプログラムに関しては、昨年2022年12月9日に、日本、イギリス、イタリアの3カ国の政府が、おのおの、このプロジェクトを進めることを正式に表明していた状態だった。この GCAP、グローバルコンバットエアプログラムでは、有人戦闘機認まらず、それらに随伴する無人航空機や、その他の今後の航空戦力の包括的なシステムまで含めた内容を実現する計画と位置受けられている。そうは言っても、目先の部分では、参画国は、現在運用中の第4世代機に該当する有人戦闘機の代替を、このプロジェクトで行うことを標榜しており、日本は、現行の F2 戦闘機、イギリスやイタリアは、ユーロファイタータイフーンの後継機を見込んでいる。くしくも、この日本、イギリス、イタリアの3カ国は、アメリカロッキード・マーチン社が手掛ける第5世代戦闘機である、F3 ゴライトニング2の導入を進めている渦中にあり、その意味でも似た状況下にある。この F3 ゴライトニング2について、日本とイタリアは、通常滑走路で運用される A 型、および短距離離陸、垂直着陸が可能な B 型の2機種。イギリスは、後者の B 型のみを調達する方向にあり、今、まさに、その真っ只中にある。日本、イギリス、イタリアの3カ国が推進している GCAP、グローバルコンバットエアプログラムは、もともとは、イギリス、イタリア、スウェーデンの3カ国が進めていた、テンペスト計画をベースにしたものの、発展形と考えられている。スウェーデン自体は、テンペスト計画には名を連ねてはいたものの、そこで得られる技術的な内容の収集が目的だったと見さされており、完成したテンペスト計画を通じた機体の導入の可否は未確定だと考えられていた。GCAP、グローバルコンバットエアプログラムに対し、今後再び、スウェーデンが、機体の調達までを視野に入れて合流する可能性もゼロではないと見る向きもあるが、現状では、そうした動きは確認はされてはいない。それに代わって、2023年8月には、中東の一大産油国であるサウジアラビアが、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムへの4番目の参画国となることを希求しているとの情報が、イギリスの大手マスメディアから報じられるなどしてきている。サウジアラビアは、戦闘機としては、アメリカから、F-15 イーグルやイギリスからユーロファイタータイフーンを調達してきた実績はあるが、いずれも完成品の輸入に止まり、今後は生産から自国が携わる体制を望んでいると見られている。これはサウジアラビアにとってみれば、軍需産業の内製化を推し進め、単なる兵器輸入国という立場から、その立ち位置を大きく改善しようとする試みの一環であり、国の施策としては、理にかなった判断にも移る。未だ、これから開発を本格化させる GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにとって、最終的に、そのプロジェクトに、どれだけの開発費が必要となるのかが不透明な中で、サウジアラビアの資金力は、無視できないインパクトがあるだろう。そうした経済的な状況を反映してか、サウジアラビアの GCAP、グローバルコンバットエアプログラムへの参画については、イギリス・イタリアは総じて賛成、日本は反対しているというのが、イギリスメディアの見立てである。
日本が反対している最大の理由は、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムに、実際に、サウジアラビアが資金を拠出し参画するとなると、そこで出される要求を反映させるために、今の開発スケジュールに遅延が生じる可能性を危惧してのことだとも報じられている。日本は、現行の F2 戦闘機を2035年から退役させるべく、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムを通して開発される有人戦闘機を同年には実戦配備する予定であり、これが遅延することを問題視しているという。ただし、イギリスも、日本と同様のスケジュールで、現行のユーロファイタータイフーンの退役とその代替機の収益を見込んでおり、その時期的な一致が、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの決め手となったと目されてきた。それを考慮すれば、イギリスは、仮にサウジアラビアが参画することになっても、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムのスケジュールの遅延が生じないようにコントロールする算段に自信があるのかもしれない。もしくは、イギリスの老獪な外交や、交渉の手法の駆使によって、サウジアラビアの GCAP、グローバルコンバットエアプログラムに対する要求を巧みに抑え込み、膨大な開発資金のみを取り込めると踏んでいる可能性もありそうだ。さて、そんな GCAP、グローバルコンバットエアプログラムだが、今回、三菱重工業社は、イギリスの BAE システムズ社、イタリアのレオナルド社という、おのおのの国で主管を担う企業と、新たな3社間での協定の合意至ったと発表した。ここでは、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムについて、その開発、設計の概念フェーズにおける要求の提示に主管を担う3社の合意が得られたとされ、プロジェクトの推進に向けた、さらなる協力体制の強化が図られると説明されている。具体的には、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムを推進する上での、各国、各参画企業の役割の分担や、プロジェクト内容の概念、求められる機体そのものの性能を、明瞭なものとする上で、欠かせない合意だと述べられている。それは、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの今後の具体化に際して、日本が、いかなる分野を担当するのかを左右する、プロジェクトの重要な部分に日本が希望する形で関与できるか否かを決めるポイントとなりそうだ。これまで、日本側が、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムを通じて開発される有人戦闘機について、担当を希望してきた分野とは、機体本体の軽量化と、機関部とレーダセンサ類の3分野だと目されてきた。機体本体の軽量化とは、現行の F2 戦闘機にも採用された炭素繊維等を使用した複合素材を金属部品を用いず、接着で製造することで、大幅な軽量化を図るというもので、三菱重工業社は、すでに2014年以降、この技術の研鑽を積み重ねているという。続く機関部は言うまでもなく、2018年6月時点で、IHI 社が、すでに、防衛装備庁への納入を果たしている、XF なインエンジンの存在ゆえであり、試作式として機体自体に搭載してのテストは未実施ではあるが、アフターバーナー使用時の最大推力は、15トン超級を実現している。最後のレーダーセンサ類に関しても、三菱電機社は、現行の F2 戦闘機に、J、APG-1 アクティブ式電子操作アレイレーダーを完成させた実績があり、この分野でも、イギリスやイタリアと渡り合える技術力を示すことが期待されている。ただし、これらの各分野、機体本体の軽量化では BAE システムズ社、機関部ではロールスロイス社、レーダセンサ類では、レオナルド社と対外的に、十分な実績を持つイギリスイタリアの軍需企業と対峙し、打開していくことは、決して楽観視できる状況ではないだろう。折しも、イギリスの首都ロンドンにおいては、2023年9月12日から、軍事装備品の展示会である DSEI2023 も開催されており、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの有人機の模型も、3月の日本での開催に続き展示された状況である。